頑張ってます。ですね、先ほどもちょっとご紹介申し上げたんですが、ジュジークということですね。今日おいでいただきましたゲストの皆さんなんですけども、今ジャンベとカホンですね、やっていただきました西アフリカの民族楽器、ジャンベとカホンなんですけども、お店からおいでいただきました広島さんです。はい、広島さんです。本名は伊島さんということです。よろしくお願いします。それからこちらにおいでになります、モロヘイラさんね、こちらの方はですね、ご自分ではマルチプレイヤーというふうにおっしゃっているんですけれども、本当にね、その名の通り何でもできるんですね。できないのは何だっけ。できないのは出産ぐらいです。ああ、だそうです。出産以外はできるそうなんでね。はい、面白い。いいとこまで行ったんですけどね。ああ、そうですか。はい、どこまで行ったの。もう出かかってたんですけども、ダメでしたね。それ後ろの、そんな話しかないですね。はい、落ちるとこまで落ちちゃいますんで、はい、これぐらいにしましてですね、ですね、こちらおったおくは千曲市でしたね。はい、そうです。千曲市の大町、はい、大町だっけな、何間、雨宮、はい、千曲市の雨宮の方だそうです。感心するほどのことないですけど、はい、ということで2個ですね、はい、こちらに今日は持ってきてないですかね、はい、あります、はい、ありますね、2個、それからハープ、はい、ギター尺八、はい、ダルシマっていうのがあるらしいんですけど、なんか、はい、先ほどお伺いしたらなんかベッド箱を叩くみたいな。そうですね、弁当箱に弦が張ってやったやつをしゃもじで叩くような。あ、わかりました。ガンガンガンみたいな。 あ、はい、あまり弦に叩いちゃいけないね。芸に、そうですね、方言出ましたけど、芸には叩きません。はい、しっかりやるね。それが、私は今日持ってきてないということで、はい、ちょっと一曲いってみますか。どうですか。はい、何か最近宮本さんがテレビに露出されてる機会がたくさんあってですね、露出っていうの、噂によるとなんか、うん、宮本さんはケーナという南米の笛の使い手ということを伺いました。あ、ぜひトリオで1曲、数曲、300曲ぐらい弾いていただいたらありがたいんですけども、よろしくお願いします。すいません、広島さんいいでしょうかね。じゃあ一緒になんて言ってますんで、はい、なんか夕方ゲットの伊藤洋二さんにね、ケーナ聞いたらケーナなんて言われたんですね。では、ひょっとしてコンドルが飛んでいくとか、じゃなくて、すいません、花祭りとかできちゃったりしますか。そうですね、はい、花祭りに、じゃあ、はい、お願いします。はい、3本と1本で。
はい、宮本さん、急に振られた割には準備がいいですね。はい、では大きな古時計行ってみたいと思います。急に振られた俺には準備のいい宮本さん、次の曲ひょっとして桜桜とかできたりしますか？はい、バンズの里で桜ですね。振られた俺にはしつこく上手ですね。はい、はい、ありがとうございます。まるで朝から早く来て練習したかのように思われますけども、はい、一部ねそんな振っていただいてありがとうございます。アンズの歌ってないんだよね、少年桜桜アンズの歌ってあるんですかね。ないですよね。小野さん、アンズの歌ってあるんですか？ないですよね。
あ、そうですか。これから作るそうなので、はい。はい、わかりました。それでは皆さん一緒に作りましょう。ということで、次は何でしょうかね。ひょっとして野に咲く花とかできたりしますか。そうですね、やっぱりね、アンズの花がないので、アンズの花じゃなくて野に咲く花で、はい。なるほど、うまくまとめましたね。うまくまとまりましたね。野に咲く花って、蹴られても蹴られても踏まれてもね、元気いい花ですよね。そうですね。ね、で自分大丈夫ですか。多分大丈夫だと思います。はい、わかりました。はい、それでは、野に咲く花のように、ちょっと間違いながら言ってみますかね。はい、間違いはい、を前提としてしてるんですよね。はい、では、皆さん、ゆるゆるでお願いします。ちょっとご婦人方の視線が気になったのか、ね、間違えました、ね、緊張されましたね、緊張しました。しゃべくるのはね、くだらないことよくしゃべくるんですけどね、ケーナはダメですね、難しいですね。はい、ちったら練習してケーナ、それさっきやっちゃったんですよね。はい、ひょっとして、ね、ケーナといえば南米の曲、南米といえば有名なコンドルが飛んでっちゃったっていう曲がありましたけど、飛んでっちゃったってやつね。はい、ぜひリクエストしたいんですけども、はい、可能でしょうか。可能なんですよ。やっぱりそんなやんねえと早く消えななんて言われそうですよね。いや、そんなことねえべ。そんなことねえべ。中島さん、ありがとうございます。ファンが何人か。ありがとうございます。はい、でも見る前でね、いつものおばさんって方ね、皆さんおいでいただいて、うん、なんかその前に言うとね、緊張しちゃうんですよ。ケーナー緊張しちゃってね。本当にケーナって言われちゃうの、ケーかな。まあ、それぐらいやめましょう。それぐらいやめよう。はい、くだらない話やめようって言われましたんで、はい、ではコンドルは飛んでっちゃった、はい、お願いします。
入ってましたね。渾身の出来でした。素晴らしい。宮本さん、もう一度宮本さんに温かい拍手をお願いいたします。さっきも言ったんですよね、シャブクルーのね、くだらないくしゃべくるんですよね。ケイラ服のね、唇がね、カラカラ、ここカサカサでも、何が緊張するかって言ったらね、今度は飛んでいく服ときはね、一番緊張したんですね。今すごく今心臓ドキドキ、触ってみてくださいよ、もうドキドキしてますよ。ダメ。ということで、くだらない話ばっかりしております。で、それではですね、モロヘイヤさん、独走どうですか、なんかどうですか。ちょっとまだまだ飯島さんがのんびりされてるので、ちょっと2人で絡みつきたいと思います。わかりました。はい、はい、そんなセッションなとか言わないでくださいよ、はい、じゃあ春らしく2個で早春風を弾きたい気分に駆られてまいりました。よろしくお願いします。じゃあいいですね、早春風。最近ではあまり珍しくなくなりました、中国の楽器で2個と言います。1個しかないのに、ありがとうございます、はい、まあ、2本の弦が張ってあるという、楽器でございますね。では、飯島さんよろしくお願いします。本名で呼んじゃった。では飯島さん、もう一発いいですか。
ちょっと雰囲気を変えて、ルパン三世ジャズバージョン、これ普通のルパン三世を弾くとつまんないのでジャズ風にアレンジしてみました。すごいですね。はい、まあ、アレンジしたんですか。はい、まあ、年齢でいうと48歳ぐらいのルパンを想像していただくといいと思います。はい、ありがとうございました。すごいアレンジまでしたんですね。だはい、ありがとうございます。次は何に行きますか。そうですね、はい、では、平均年齢が高いところで、はい、リンゴを言わ私の方そういうだ失礼ね。いや、そういう平均年齢高いなんて年齢のこと言われると失礼じゃないですか、はい、人生大先輩の前でちょっと美空ひばりさんの名曲といえば、リンゴ多いわけ。あ、なんでわかったんですか。これね、本当に相談してなかったんですけどね、突然に言ったんですけど、はい、あ、リンゴ多いわけです。はい、長野といえばリンゴのふるさとですね。はい、わ、はい、かりました。私、千曲市のあんずも有名ですので、ぜひよろしくお願いします。まあ、喧嘩するわけじゃないけど、本拠はこっちだからね。 ありがとうございます。ね、はい、ちょっと語らせていただくと、私名前を宗利して言うんですけども、はい、初代伊達、宇和島の藩主の伊達宗利公っていう人の娘さんがここに嫁いで藩像を広げたっていうことで、非常に私の名前と関連のある、はい、そうなの。そうなんです、はい、いや、私今はね、三代藩主、誰だっけ、三代藩主、真田、さんの、ところ、豊姫さんですね、が嫁に来るとき持ってきたと。ですよね。はい。何、三代何でしたっけ。あ、知らない。あ、いや、よかった。みんな知らないんだ。俺も知らない。はい。はい、よかった。はい。で、いうことで。リンゴ言うわけです。よろしくお願いします。あんずじゃないですね。はい、すいません。お願いします。
ありがとうございました。いやすごい、ナイス。続けて今度は何いきますか。飯島さんがいるんで、広島さんですよ。本名飯島さんね。飯島広さん本名は。あのところで、あの広島さんはさっき赤ちゃんの顔って言われたけど、生まれどこ。あ、北海道。なんかアフリカじゃね。すいません、ごめんね。あ、そうですか、はい、すいませんね。はい、すいません。打ち合わせでアフリカとかボケるはずだったんですけどね、ちょっとまともに答えてしまいました。はい、すいません。はい、真面目でね。はい、わかりました。じゃあ真面目に言ってみますかね。はい、何言ってますか。じゃあまたあの、はい、アイシュハープの琴音ちゃんに持ち帰って。いいですね。はい、あの琴音ちゃんってね出たんだけどね、ちょっとさっき聞いたらね、こちらのあの広島さんのね、あの子供さんがね、琴音ちゃん、あまりかちゃんなんだそうですね。ということで、あのなんかお土産に持ってくるようなことで、ね、じゃあ準備はよろしいでしょうか。あれ広島さん行っちゃうんですか。あ、そっちにチェンジですね。チェンジで、はい、ね、台がないのでね、このアンズドレッシングって書かれた段ボールをちょっと台にさせてもらっています。はい、アンズドレッシング食べたことないですけどね、どんな味なんでしょうね。あの美味しいですよ。すごい甘いんですか。ええ、あのね、酸味とね、甘みがね、絶妙なバランスですごく美味しいんですよ。あ、そうですか。あの口の中でこうとろっと溶けるんですよ。美味しいですよね。あ、そうなんですか。じゃあねえって誰もうんって言ってくんね。中澤さん、そうだよね。あ、そう、じゃあ中島さんがそうだって言ってくれました。誰も言ってくんねえんだもんね。あの赤い判定機来てるんですよね、はい、あの美味しいですよねって言ったってね、みんな立っててね、あの時はね、うんってこう言ってくれるとそうだってわけでね。はい、はい、すみません。では、はい、何やら忘れてしまいましたけども、では花水木というですね、花水日本の、はい、まあ、最近は歌謡曲と言わずに J-POP っていうんですね。はい、J-POP、はい、花水出そうですけど、花水木行ってみたいと思います。面白い、はい、負けそう。風がですね、今ね、風が通ると音が鳴る。あ、ちょっと風が通ると自然にこのハープに風がずれて、あの天使が奏でてるみたいな、ロマンチックな雰囲気なんですけどね。はい、ね、香りに合ったことよく言うね天使、何天使がどうしたって、天使が奏でてる。あ、そういうこと言っちゃうね。ちなみにあの宮坂さんペテン師ですけどね。はい、わかりました、失礼しました。
ありがとうございます。はい。ちょっとマイクが落ちちゃった今ね。はい。はい。まだ大丈夫ですか？もう全然。ね、小野さん、何時ぐらいまでですか？ここ。5時ぐらいまで？5時じゃちょっと長いね。はい、わかりました。受けて、ありがとうございます。いや、そこで受けてもらうと困るんですよ。そこでしらってされるとね、なんかこう言った方がね。はい。1時ぐらいまで、12時半？はい。1時半ぐらい。はい。ということは、あと45分ありますんで。45分あるんです。足りないでしょ？はい。そうですね、はい、わかりました。じゃあ広島さん、なんか軽曲いってみますか。曲、あ、諸谷さんいってみますか。一緒にいってみますか。は、何、はい、軽曲軽曲って言いながら考え中、はい、一緒にいざないたいということで、はい、ふるさとを一緒に歌ってみて。ふるさとやっちゃうの。俺ふるさとやらなかったふるさとという曲ねんだけどさ、はいはい、キーが違うんですけど、ね、キー違うんですよね、まあ、じゃあですね、じゃあね、なんだっけ、編曲じゃなくて転曲、なんだっけ、転調、そう、転調してね、ふるさとを、ハープでふるさとを弾いてケーナで、俺のハチョウチョウ、そちら都庁、あ、辺保町長から波町長に転調したやつで、はい、ちょっとふるさとを行ってみたいと思います。ちょっと、初体験でございまして、はい、途中でなんかおかしいなと思うけれども、そのうちにあ、いいかなと思うかもしれません。行ってみます。皆さんも一緒に歌ってください。あ、そうですね、一緒に歌ってください。同じ腸でした。あ、そうですか。はい。はい。まあ、お影響ということで。すいません。はい。波長も、都庁も、はい。はい。ただ、朝食ってなってます。あ、はい。今のはギャグですね。すいません、気づかずに。ふつつかものでした。はい。なるほど。あ、今ね、こちらの方でね、話に花を咲いたのはね、こちら日本雰囲気で、そちらアフリカ、
アフリカ側の雰囲気だそうです。口回らねえね、はい、だそうで、すみません、ちょっとしらけましたね、はい、すみませんでした。じゃあ次いっちゃっていいですか。はい、お願いします。じゃあ、あのさっき宮本さんがやった桜、私もやってもいいでしょうか。はい、わかりました。じゃあハープで桜を弾くと、はい、焦げな感じになりますよということで、よろぴくでやってします。いいですね、アンズール春を見ながら桜桜ということで。ありがとうございました。それでは桜やって春、もう少し言ってみますか。春っぽく、春が来た、そのままですよね。ありがとうございます。中島さん、ありがとうございます。笑ってくれて、もうそこでね、笑ってもらわなきゃね、どうしようかと思うんだけどね。よかった、もうやっぱり前でね、笑っていただくと一体感ありますよね。そうですね、はい。宮本さん、どっちかっていうと春が来たっていうより肩が春みたいな感じじゃないですか。ほら、ちらっとしてますよ。ほら、見てくださいよ。そうですよ。面白くないって言ってますね。はい、はい、春が来た。その前に、ちょっと靴が鳴るってやってね。靴が鳴る。皆さん一緒に歌ってどうですかね。大手手つないで、お手手つながらなくてもいいんだけど、大手手つないでなんかありますよね。究極。同様。ね、いいですか。ええ、土曜、あ、面白いな、はい、はい、それでは靴が鳴る。Thank you.
ょっと変な音になったですね。すいませんでした。はい、それでは続いて何行きましょう。あと40分40分ないね、30分独走行ってみますか。え、はい、あ、はい、せっかくですから、はい、2個の名曲と言われるサイマという、サイマ草競馬を描いたちょっと元気の出る曲がありますので、いいですね、飯島さん交えて、交えて、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。サイマですか。サイマですね、はい、まあ、サイゴロのサイに馬って書くんですけども、ファッションバージョン、はい、早く帰っちゃうとか言ったんですけど、まだずっといらっしゃるみたいなので、もうことごとく使わさせていただきます。飯島さん、そうですね、ちょっと品があったですか。ああ、品ありましたね。あ、ありがとうございます。はい、あ、笑ってもらったですよ。ね、分かってもらった、ありがとうございます。ひひーって言ったよ、最後ね。ありましたね。ええ、いいですね。ああ、いいですね。はい、それでは次に、まあ、なんかしっとりといきますか。元気よくいきますか。はい、はい、ああ、考えてないんだけども、もう本当今日はね、打ち合わせしてないんですよ。ちょこっとしましてですね、本当に今日は行き当たりばったりで、小野さん、中田さん、皆さんにね、申し訳ない。何やってんだよ。辰森さんが怒ってますよ、はい、何やってんだよ。はい、宮本さんの年齢不詳ですけどね。負けが入りましたか。もう面白くないから早くやめろって言われました。わかりました。正直ですね。はい、はい、実行委員長にね、はい、お前面白くないから早くやめろにしろ、あと2曲やめろって。あ、そう言ってな。嘘です、そんなこと言われません。はい、ね、なんか元気のいいやつをやってくれと。じゃあ信濃の国でも行きますか。あ、信濃の国行きます。はい、はい、行きましょう。いいそうです。はい、じゃあ信濃の国。フルコーラスで言うとちょっと大変なので。10番もなるからね。1番、じゃあ何番よろしいですか。はい。じゃあ信濃の国1番だけ。はい。はい。2番まで行きますか。はい。お母さんありがとうございます。じゃあリードボーカルお母さんにお任せしますので、はい、よろしくお願いします。じゃあこっち来て一緒に歌いましょう。あ、そこでいい。はい。
あ、一緒に歌いましょう。柳沢さん歌えや。旧姓。旧姓柳沢さんだ。加藤さん。では、長野県民ならみんな学校で習って誰でも知っている信濃の国。逆に言うと他県からお読みに来た人は非常に困ってしまう信濃の国です。あ、すみませんでした。はい。はい。あなた読みに来てね。まあ、知ってる人も知らない人も容赦なく行ってみたいと思います。信濃の国。ありがとうございました。今信濃の国聞いてて、あの最近なんだっけ、あのほら復興支援の花が咲くとかって、あれどうですか。今突然にいいです、思い浮かんじゃって素晴らしい。はい、じゃあわかりますよね皆さんね。はい、じゃあ花が咲くできますか。はい、じゃあ花が咲く行ってみたいと思います。お願いします。歌ってください。はい、はい、想定外ですからね、いろいろありますね。生放送ライブですからね。はい、ここがね、その私も生放送してますけどね、いつもしてるんですが、あのいつもトラブル続きですね、生放送は。そこがまたいいなんて言われるとね、喜んでやっちゃうんですから。調子に乗ってね。これ歌詞はどっちですか、はい、歌詞ご存知ですか。あ、私ですか、はい、私知りません。知らないですか、自分で。花は咲くとこだけ知ってますね。私はそこしか知らないんですけども、花は花を花咲くってとこだけしか知りません。そこだけやりますか。じゃあ、ね、はい、じゃあ、お母様方にちょっと、はい、ぜひ一緒に歌ってお任せします。お願いします。知ってる方、どう？来ましょう、来ましょう、来ましょう。来ない、母さん来ないか。ダメ、ここなんて、来ない。誰か、山さん来ましょう。だ、辰森さん来ましょう。みんなに断られてますね。皆さん一緒
歌知らない、ラララって言うのがいいよね。ねえ、どうもラララララって言うのがいいよね。どこ行ってもこんなのないよね。はい、終わりですか。終わりはいいけん、はい、今のじゃなんとなく終わりね。ああ、はい、わかりました。じゃあ、今のじゃ終わらないので、最後、最後は景気の景気よくは歌い、一緒に歌いますか。それもいいで、一緒に歌って、さきれんたろの花とかどうですか。春のうららの、はい、じゃあ花などいきますか。なんか石間さんが不安そうな顔して私見たんですけどもご存知ですか。大丈夫ですか。石間さん小光30代、20代、25ですね。さらに童顔ですかね。もうそれで子供がいるっていうのは信じられないですね。はい、こんなに子供と並んでたらご兄弟ですかって言われませんか。あ、そうですか。多分言われると思います。ちょっとひげの多い赤ちゃんだなと思われると思います。そうですね、動画なんで。では、日本の名曲、ね、滝廉太郎で花で花締めさせてください。はい、じゃあ花で最後でということで、皆さん、何番までいきますか。1番、はい。じゃあ1番しか知らないから1番だそうです。じゃあ花を立って、はい。はい、勝手に使っちゃおう。いいです、いいです、いいです。